おはようございます。また森の中を歩いているんですけれど、今日は雨が降ってます。でですね、また歩いててキノコ見つけたんですよ。これでございます。わかりますかね。よいしょ。これです。なんかちょっと倒れかかってんですけど、このキノコ僕見たことあるんですよ。これ多分ね、ツエタケっていうキノコだと思うんです。取ってみてわかるんですけど、なんか結構地中の方に根っこっていうわけじゃないですけど、茎が伸びてるみたいで、なんかまっすぐになってるそうなんですけど、本当にツエみたいな形になってるらしいんですけどね。よいしょ。ちょっと取ってみましょう。よいしょ。いきますよ。せーの、よいしょ。いけるかな。はい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 。お、いけた。お、いけましたけど、あれ、なんか先の方が、すいません、先の方ちょっとなんか割れてますね。雨のせいですかね。でもこうやって見てみるとまっすぐですね。うん、なんかそれっぽいですね。ツエタケみたいな感じがします。傘はちょっとなんていうんですか、ここにこう線は入ってますけど、端っこの方まで線入ってる、これ上線って言うんですけれど、これも入ってますし、茎はすごくしっかりしてますし、うん、ひだもなんて言うんですか、こう密すぎない感じがしますよね。なんかちょっと荒い感じがしますね。だから多分これはツエタケで間違いないと思います。結構傘の表面なんかはぬめりがありますね。まあ雨が降ってるからだとは思うんですけれど、なんか傘なんか割に美味しそうですよね。これ食べれるので、茎はシャキシャキしてそうなっていうんですか、なんかすごいとにかく繊維質な感じがします。持っててなかなか強靭ですよ。力入れても全然曲がらないですしね。他には多分、生えてなさそうなので、ちょっと雨も降ってますし、これで撤収をしようかなと思います。まあ何かしらでこれ料理してみましょう。まあ1本しかないですけれど、まあ自分で食べる分にはこれだけあればね、結構大きくないですか。結構でかいですよね。もっとでかいのもあると思うんですけれど、なんかキノコもね、大きいのもいいですけど、このぐらいのなんか食べ頃なのかなみたいなのでもいいかなと思います。とりあえずすいません、雨降ってるんで撤収します。はい、それではですね、こうツエタケがこのようにしてですね、お吸い物とあと茎の部分がですね、なんかインターネットでちょっと調べてみたところ、こうきんぴらみたいなのに合うっていうようなちょっと情報を見つけまして、ごま油で炒めて、醤油とあとニンニク入りの七味で味付けしてみました。茎の部分なんか本当にちょっとしかないんですけれど、まあ一本しか取れなかったので仕方ないですね。お吸い物の方はですね、これ塩でだけ味付けしてます。キノコを煮た時に割に茶色い色が出たんですよ。ちょっとこれだとわからないんですけれど、なんか出汁がすごい出てそうだなと思って、でまあちょっと塩だけでいいやということで、そのようにしてみました。早速お吸い物の方から味見ていきましょうか。ちょっといただきます。すごくスープに味が出てますね。キノコの味っていう、まさにそういう、味がします。美味しいです、とても。ちょっと傘の方もですね、食べてみましょう。これ具材は傘とあとネギなんですけれど、ちょっといただきます。味はスープに溶け出したかなと思ったんですけど、ちゃんと、傘にも味がありますね。これ美味しいですよ。特にひだが粗いので、それがすごくいい食感を出してますね。美味しいです、美味しいです。きんぴらの方も食べてみましょうか。いただきます。ちょっとこれいただいてみますね。
すごいですよ本当に。あの繊維質で食感がすごいですね。この味付けのやり方は良かったかもしれないですね。キノコと調理法が合ってますね。うん、あ、これは美味しいですね。いろんなキノコありますけど、こんなに歯ごたえしっかりしてるのってなかなかないんじゃないですか。あのエリンギも結構しっかりしたあの食感ですけれど、それにも増してっていう感じですかね。ちょっと大げさかもしれないですけれど、なんかキノコプラスタケノコっぽいような、てかあのメンマとかこうあるじゃないですか。ああいうすごく繊維質のしっかりしたような、なんかああいうのに似てるような気がします。もしツエタケ見つけた際にはですね、こんな感じで召し上がってみるとよろしいんじゃないかと思います。量は少ないんですけれど、とっても美味しいです。特にこのきんぴらはいいですね。ぜひ皆さんにおすすめしたい料理だなと思います。ご視聴ありがとうございました。